クリストファー・マイケル・ウィズローは、アメリカ合衆国テキサス州オースティン出身のプロ野球選手。ウトウミギウ現在は MLB カンザスシティロイヤルズ参加に所属している。実定は同じくプロ野球選手のマット・ウィズロー。2007年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、6月15日に入団。ルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・ドジャースで6試合に登板した。2008年は AAQ ・インランド・エンパイア・シックスティ・シクサーズでプレー。4試合に登板した。2009年は AAQ ・インランド・エンパイアでプレー。19試合に登板し、6勝6敗、防御率4.69だった。8月に AAQ ・チャタヌーがルックアウツへ昇格。6試合に登板し、2勝2敗。 防御率3.95だった。2010年は AA 級チャタヌーガでプレ二27試合に登板し、4勝9敗、防御率5.97だった。2011年も AA 級チャタヌーガでプレ二25試合に登板し、6勝6敗、防御率4.20だった。オフの11月18日に40人枠入りを果たした。2012年も AA 級チャタヌーガでプレー。 22試合に登板し、3勝3敗にセーブ、防御率4.65だった。2013年は、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで開幕を迎え、6月11日にメジャー初昇格を果たした。6月12日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。同点の7回をもて1死から登板し、0.2回を無失点に抑えた。 9月3日のコロラドロッキーズ戦では3点リードの9回裏、西から登板し、0.1回を無失点に抑え、初セーブを記録した。この年は26試合に登板し3勝0敗1、セーブ、防御率2.60だった。ポストシーズンでも、ロースター入りし、ディビジョンシリーズのアトランタブレーブス戦、第2試合目に登板した。1点ビハインドの7回裏から登板したが、 0.2回を1アンダー2失点1死球1脱三振で途中降板した。チャンピオンシップシリーズでもロースター入りし第1試合前で同点の延長12回裏から5番手として登板。12回裏は無失点に抑えたが13回裏1死の場面でダニエルデスカルソニアンダーを許し続くマットカーペンターに死球を与え1点2塁となり降板した。 変わったケンリー・ジャンセンがカルロス・ベルトランにサヨナラ的時打を打たれ敗戦投手となった。2014年は6月にトミー・ジョン手術を受けシーズンを終える。2015年5月27日にアルベルトカヤスポ、エリック・スタルツ、イアン・トーマス、フワン・ハイメットのトレードでフワン・ウリーベと共にアトランタ・ブレイブスに移籍した。この年はメジャーマイナートモーに登板機会はなかった。 2016年はリリーフとして一定の定着をし46試合に登板。防御率3.583勝無敗、ホイップ1.22というまずまずのピッチングを見せた。12月2日にノンテンダー FA となった。2017年1月7日、カンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。